ゼントリックスは、イングランド出身のスラッシュメタルバインド。1980年代に誕生した、英国産スラッシュ先駆的グループの一つ。長らく解散状態だったが、2010年代から活動を再開した。創設者、クリス・アストリー2014年1985年、母国のプレストンにて、クリス・アストリーを中心にメタルバンド、スウィート・ベンジェンスを結成。アストリーは、 当時まだ高校生であった。その後メンバーの変遷を経て、1987年に制作したデモテープが評判を呼び、HR、HM レーベル、ロードランナーレコードと契約。これを契機に、ゼントリックス、ゼントリックスと改名する。1989年夏にファーストアルバム、シャッタード・イグジステンスでデビュー。翌1990年には早くもセカンドアルバム。 フォーフーズアドバンテージを発表し、業界からも高い評価を得る。1992年、サードアルバム、金をリリース。しかし1994年、ロードランナーレコードとの契約が終了し、新契約の取り付け先が難航。変化した音楽性に方向性の違いもあり、創始者であるクリス・アストリーが脱退してしまう。ボーカルとギターを兼任していたアストリーに代わり、 公認は個別に新メンバーを補充。1996年にフォースアルバムスカーッをリリースする。しかし状況は好転せず、翌年にバンドは解散した。2006年、アストリーも含めたクラシックメンバーで久々に集結し、短期のライブツアーを企画。2013年、本格的な再開を公表し再始動。ライブを中心に2015年10月頃まで。 活動した。2017年、創設メンバークリス・アストリーが降板し、J. ウォルシュに交代。2019年、23年ぶりのフィフスアルバム、ベリーザ・ペインを発表。11月、ライブイベント、ジャパニーズ・アサルド・フェスト19の出演にて初、来日予定。サンフランシスコ産のスラッシュメタル、いわゆる、ベエリアスラッシュ的なスタイルが特徴。英国産。 スラッシュバンドのほとんどが、米国やドイツ圏のスタイルを模倣した第二世代であり、母国のスラッシュシーン自体も発展途上であった。当バンドもその例に漏れなかったが、独自の音楽性も加味した回評価を得た。また、1990年代はヘビーメタルにとって転換期にあたり、スピード感が減退しドゥーミーなサウンドが流行する。後年には、当バンドも同スタイルに傾倒していった。 2019年10月時点、スタジオアルバム EP、ありがとうございます。